皆さん、こんにちは、ティーンデアのミラクルボーイ、キングです。今日は住まいのお話ししたいと思いマーティン。まず世界の住まいから、アメリカ・アラスカ州にあるこれイヌイット、これ雪のブロックで使われた時のものですね、はい。アメリカ・ニューメキシコ州タオス、これね、先住民、これね、泥や砂で固めた日干しレンガで住まいを作ったそうです。ボリビアとペルーはチチカカ湖にあって、こういう人々、湖の浮島で住む人、大変ですね。モンゴルはゲルです。はい。インドネシアはトラジャ。うん。驚きですね。こういう伝統的な家。トルコのカッパドキアももうこういう形。岩みたいな雨で侵食されて不思議の形にした家です。チュニジアのまとまったも変わってますね。はい。イタリア、アルベロベロ。これ、トゥルリと呼ばれる住宅ですね。はい。これ、寒暖差激しい場所です。アイルランドのドニゴール。こういうのも、まあ、丸みを帯びた家です。特徴の。はい。家はもう大変ですね。はい。というわけで、まだまだあった世界の住まいでした。バイバイ。